4時になりました。ここで大雨に関する情報をお伝えします。まず現在の雨雲の様子をご覧ください。現在ですけれども、九州の西の海上にあります活発な雲が東の方に動いている状況でして、一部が九州の熊本県などにかかり始めております。今降っている1時間の雨量を見てみますと、強いところで1時間あたり10ミリ前後といった降り方ですね。その他、熊本県ですとか大分県、また福岡県、こういった方面でも1時間あたりで5ミリ前後の雨が降ってきておる状況です。でこのエリアについては、昨日は、九州北部などですね、雨は小康状態になっていたんですけれども、この後この活発な雲がさらに東に進んで陸地にかかってくることになりそうです。で今この沖合にある雲は解析雨量という、推定値ですけれども、3時間にだいたい150ミリぐらいの雨をもたらすような、それぐらいの強度を持っている雨雲でして、陸地にかかりますと激しい雨をもたらすということになりそうです。で雨雲の動きで見てみますと、6時の段階では、このように長崎、熊本、大分のラインで雨雲が計算されております。でその後さらに東の方に次々と雨雲が進む形で、九州の北部や東シナ海側を中心にかかり続けるということになりそうです。でこういった雨雲の動きですけれども、各予測モデルの現状の計算を比較してみますと、これが午前9時です。今日の午前9時の予想になりまして、NSM という気象庁モデルですと、概ね熊本、長崎から大分にかけてのライン、GSM ですね、これも気象庁の20キロモデルです。こちらは長崎、佐賀のライン、そしてこちらは左側ですね、ウェザーニュース独自のモデルです。これに関しては長崎、熊本、大分のライン、 MSM とよく似ていますね。でさらに右側がヨーロッパ中期予報センター ECMWF の予測モデルですけれども、やはり長崎、熊本、大分のライン等となっております。多少のこの南北の違いはあるものの、おおむね熊本から北のエリア、特に熊本、長崎、大分といったラインが、特にこの雨雲が入りやすい領域になるというふうに見られます。この後朝のうちには各地で激しい雨になるというふうに見込まれますので、最新の動向に十分ご注意ください。でこういったエリアですけれども、昨日は雨の方が小康状態だったんですが、依然としてこのように土砂災害の危険度は警戒レベルといったところが広く分布しております。でこれまでの雨で土の中の水分量は非常に多くなっておりまして、この後激しい雨が降ってきますと、非常に短い時間で、この紫色ですね、非常に危険、あるいは極めて危険レベル、つまりいつ土砂災害が起きてもおかしくはないような状況に、陥るということが予想されます。この後はですね、引き続き自治体からの避難の指示の情報などをこまめにチェックして、速やかに動けるような準備をお願いしたいというふうに思います。そして川の方ですけれども、川については現状は水位の方は徐々に下がってきている状況なんですけれども、やはりこういった雨雲が入ってきますと一気にまた増水してくる恐れがあります。特に九州地方では再び大きな災害が発生する恐れがありますので、この後も雨雲の動向に十分ご注意ください。まもなくですね、朝のうちには九州で激しい雨が始まってくるというふうに見られます。この後も最新の動向を注意していただきたいんですけれども、最新の状況はお天気アプリウェザーニュースでも随時ご覧いただけます。そちらもぜひご覧ください。以上、雨に関する情報をお伝えしました。